トラベラーチャンネルこんにちは。J スキーの飛びたです。今回は4月1日より入国が大幅に緩和されたマレーシアについて必要なものをご説明していきます。まずはワクチンの接種状況からおさらいしていきましょう。ワクチン接種完了している方に関しては 条件を満たせば入国が可能となっております。ワクチン未接種の方、ワクチン接種完了の方と同様、条件を満たせば入国は可能です。ただし、入国後、強制隔離がありますので、ご注意ください。そして、このワクチン接種完了の定義というものなんですけれども、マレーシアは種類と年齢と回数によって、 定義が異なっております今回は日本人の方でよく接種されているファイザーとモデルナを例にとってお話ししていきます。まず18歳から59歳の方、接種回数2回で接種完了となります。接種回数が3回になるとブースター接種というふうになります。もちろんこれも接種完了ということになります。 60歳以上の方、接種回数2回だと部分接種ということで未完了になります。3回以上でようやく接種完了となりますので、この59歳までと60歳以上で接種回数が変わってきますので、この点は覚えておいた方が良いでしょう。次にマレーシアへの入国について必要なもの。日本出国2日以内の RTPCR 検査の陰性証明書。そして、マレーシアの政府指定アプリ、MySejaTera の登録が必要になります。こちらは Google Play や App Store などでダウンロードが可能となっております。事前にインストールと登録が必要です。アプリ内にワクチン証明書の取り込みがありますので、ワクチン接種証明書も同時に必要という形になります。 マレーシア国内では各所でワクチン証明書の提示が求められておりますので、このマイセジャテラを使って提示をするような形になります。ちなみに、スマホを持たないお子様などは同行者としてマイセジャテラへ登録が可能です。ただ、同行者として登録される場合、スマホを持つ方から離れて入店入場はできませんので、この点もご注意ください。そして、 海外旅行保険の加入です。コロナの治療費用を2万ドル以上保証する旅行保険の加入が必須となっております。まあ、約250万円ですね。これ以下のものは有効ではございませんので、加入の際に保証条件をしっかりとチェックしましょう。そして、印刷された証書が必要となりますので、加入するだけでなく証書の方もしっかりと印刷してお持ちいただくようにしてください。 クレジットカード付帯の保険でも有効とはなっておりますが、証書の発行には2週間程度かかると言われておりますので、時間に余裕を持ってご準備いただくといいと思います。また、海外旅行保険加入が必要なのは、ビザなしの短期滞在の方のみで、長期滞在の方は必須ではありません。そして、マレーシア入国後24時間以内に迅速抗原検査が必要です。 この入国の条件と隔離期間についてまとめたものがこちらになります。入国2日前の陰性証明はワクチン接種完了している方、ワクチンが1回の方、もしくは未接種の方、子供全員が必要です。入国後24時間以内の迅速抗原検査に関しても同様に全ての方が必要となります。大きく変わるのは 入国後の強制隔離について、これはワクチン接種完了している方や、12歳から17歳のお子様については、不要となっております。ワクチン1回接種、または未接種、60歳以上の方は2回接種でも未接種の扱いになりますので、その方は5日間の強制隔離が必要ですので、ご注意ください。また、迅速抗原検査についてまとめたものがこちらになります。 最終目的地がマレー半島であるかボルネオ島であるかで大きく変わります。例えばマレー半島の場合、国際線で最終目的地に到着する場合は24時間以内なら乗り継ぎ地最終目的地どちらでも可能です。クアラルンプール国際空港を乗り継いで到着する場合は24時間以内なら乗り継ぎ地最終目的地どちらでも可能です。ただ、 ボルネオ島に関して国際線で最終目的地に到着する場合はボルネオ島のサバ州、サラワク州到着時に検査でいいんですけれどもクアラルンプール国際空港を乗り継いで到着する場合はクアラルンプール到着時に検査が必要ですその後陰性確定後に乗り継ぎが可能となりますのでクアラルンプールを経由する場合はスムーズに乗り継いでいくことができません例えば 日本を出発して、クアラルンプールを乗り継いでペナンへ行く場合、検査はクアラルンプールまたはペナン島どちらでも可能です。シンガポールを乗り継いでペナンに行く場合、検査はペナン島で実施されます。クアラルンプールを乗り継いでボルネオ島のコタキナバルに行く場合、クアラルンプールで検査をして、陰性確定後にコタキナバル行きへ乗り継ぎが可能となります。 シンガポールを乗り継いでコタキナバルへ行く場合、検査はコタキナバル到着時に実施されます。そして、この迅速抗原検査なんですけれども、最初の入国ポイント到着後、24時間以内に結果を追跡アプリのマイセジャテラに入力いただくんですが、24時間以内に結果の入力をしないと、アプリのステータスが赤に変わり、 施設へのの入入場や入店がでできなくなくくりますのでご注意ください次に、マレーシアからの出国についてですが、こちらは現在必要なものはございませんので、特記することはありません。最後に、日本への入国についてまとめたものがこちらになります。検査証明書の提出。出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書の提出が必要です。空港での検査など。 日本入国前に滞在した国、地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査が必要です。制約書の提出。待機期間中における公共交通機関の不使用。自宅などでの待機。位置情報の保存、提示、接触確認アプリの導入などについて制約が必要です。指定アプリのインストール。制約書の制約事項を実施するため、 位置情報を提示するために必要なアプリなどを利用できるスマートフォンの所持が必要です。検疫手続きの際に必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に空港内でスマートフォンのレンタルを求められます。質問票の提出。待機期間中の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号などの連絡先を確認します。最後に、任意でありますが、ワクチン接種証明書の提出。 待機期間の緩和などを希望される方は、事前にご用意ください。ということで、マレーシア旅行までの流れを簡単に示したものがこちらになります。航空券、ホテルの取得、パスポートの取得、ワクチン接種証明書の取得。こちらは4番の政府指定アプリ、マイセジャテラの登録が必要なので、その前に取得が必要です。政府指定アプリ、マイセジャテラの登録。 海外旅行保険の加入。こちらは、証書の発行に時間がかかる場合は、出発2週間以上前が望ましいです。最後に R T、RTPCR 検査の陰性証明書の取得。有効期限は出国2日以内ですので、ご注意ください。以上がマレーシア旅行に必要な準備となりますので、マレーシア旅行をお考えの際は、ぜひご参考ください。このチャンネルでは、 目まぐるしく変わる世界の情報などを旅行会社ならではの情報網としてでお伝えしています。最新の旅行情報が知りたい方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、この動画が面白かったという方は、ぜひ高評価もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。 今回の動画をご視聴いただいた方はこちらの動画もおすすめですのでぜひご覧くださいまだチャンネル登録されてない方はこちらからチャンネル登録ができますのでよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ